大きくなっちゃった。じゃあ円形状のメガネが必要ってことですか。水晶体が膨らんで網膜の方に引き寄せて戻すことができるんですね。遠視の人でもやっぱりねメガネをかけなきゃいけない人。はい、始まりました、オンデーズメガネ塾の大沢です。じゃあ今日も目とメガネにまつわる素朴な疑問を解決していきたいと思います。では何か気になることがある人いますか。はい、はい、マスター君。先生はディズニーが好きって噂を聞いたんですけど、うん、これは女の子受けを狙ってるんですか。うん、なるほど。じゃあマスター君ちょっと目をつぶってみましょうか。うん、うん、他に質問ある人。はい、はい。あ、ノアちゃん、この間近視について教えてもらいましたけども、うん、目が悪い人はみんな近視なんですか。うん、ノアちゃんはマスター君と違って真面目だね。そうだね、目が悪いって言っても、まあ、近視以外に遠視とか乱視とか老眼とかいろいろあるんだよね。そしたらじゃあ今日は遠視についてお勉強していきましょうか。そしたら、まず復習なんですけど、これがじゃあ近視の状態でしたね。目を説明すると、角膜、水晶体、網膜で、この網膜っていうところに映像が乗っかると、きちんとねピントがあって見えてる状態でした。でそれが近視の人は網膜まで届かず手前に来てますよっていう状態でした。じゃあ遠視はというと、網膜を飛び越えて、ね、後ろに行っているような状態のことを遠視って言います。うん、なので遠視も、近視と同じで網膜に乗っからないとやっぱりピントが合ってない状態で見えてるっていうことなんですね。でここでじゃあポイントになってくるのが、この水晶体っていう、目のパーツが大事になってくるんですけど、水晶体、うん、これがカメラでいうと水晶体はレンズの役割でしたね。うん、でカメラと同じように、でもオートフォーカス機能がついていて、うん、これが膨らんだり縮んだりしてピントを合わせてくれるんですね。網膜の後ろにある分に関しては、水晶体が膨らんで網膜の方に引き寄せて戻すことができるんですね。そうすると網膜にちゃんと乗っかった状態になるので、目のいい人と同じようにピントがあって見えてるっていうことなんですね。だけど遠視って言っても度数の強い人もいれば弱い人もいる。すっごい奥まで来てる。うん、この強い遠視の人になると網膜よりすごく後ろに行ってしまっているので、ね、水晶体が頑張って頑張って頑張って膨らんでも全部戻せずに、この辺までしか戻せない、ね、網膜っていうところにの映像が、ね、乗っかってないって状態になると同じように見えづらいっていうことがあるんですね。見えづらい、ね、ピントが合わない状態で見えてるっていうことになるんですね。じゃあ遠視の人もメガネが必要ってことですか。うん、そういうことなんです。遠視の人もやっぱりメガネが、ね、必要な人はいて、遠視はこういうプラスのレンズを使うと、こう光を集めることができるので、足りない分をギューって戻して網膜に乗っけることができればきちんとピントがあって見えてるっていうことが言えるんですね。で昔あのタレントさんでケント・デリカットさんとかいなかったですか。知らない。子供だから知らないかな。知ってるでしょ。知らない。昔の人のこと知らない。はけお前はもう包囲されている。目が大きく見えてるレンズ。わあ、目が大きくなってる。こんな風にね、メガネ塾大沢でーすみたいな、ね、こんなの昔タレントさんでいましたよね。大きくなっちゃった。遠視の人でもやっぱりねメガネをかけなきゃいけない人っていうのはもちろんいるし、遠視はね、なのでもともと網膜より、まあ、後ろで結んでしまっているような目っていうことですよね。なので、まあ、遠視の特徴として一つあるのが、遠くにピントが合っているような目、本当はちょっとね頑張って見てるんですけど、まあ、イメージとして遠くに合っているような目だと思ってください。なので近く見るときってね、すごくすごく頑張って頑張って思ってくるんで、どちらかというとやっぱりちょっと近くの方が苦手で、そうすると一般の人は近くが苦手な目って老眼っていうイメージ結構強いと思うんですけど、なので遠視と老眼ちょっとそこがこうごちゃ混ぜになったりしてしまうので、違う、うん、それはなので別物、その辺は老眼編で詳しくね、説明していこうかなって思います。はい、じゃあこれで遠視は1回できましたかね。はい。じゃあ他に何か質問ありますか。先生先生先生。はい、マスター君。遠視の勉強したけども遠いってことでしょ。うん。遠距離恋愛はやっぱり難しいですか。うん、まあ、その距離が恋を育てることもあるけどね。大人って難しいね。